皆様こんにちは。本日の MSTV は2020ニコニコ GP in つくばの模様をお届けします。ニコニコ GP はざっくり説明すると、今人気の 250cc スポーツバイクで楽しくレースしようぜというイベントです。今年はあれがあれだもんで、いろいろと延期だ中止だになってしまいましたが、ようやく7月12日につくばまるっと3時間耐久と一緒にスポット開催が実現。それでは早速決勝グリッドからご紹介。現場 MC は丸山博史です。ポールポジションを獲得したのはゼッケンナンバー1音キーチョンスタイルプロップマン &GCMVTR25 でエントリーの島崎洋平選手、ポールポジション獲得です。2番グリッドチームトップガンズオブヒザ3キャンプからエントリー、マシンは CBR25RR 石田太郎選手です。3番グリッドゼッケンナンバー90番モーターステーション TV からエントリー YZF-R25 木村隆弘選手です。4番グリッドがゼッケンナンバー88番アネックスレーシング CBR250R でエントリーの川辺里選手、そして5番手にゼッケンナンバー69番チームサシノアットキリギリス2025R 豊田誠選手です。6番手グリッドゼッケンナンバー46番アネックスレーシング VT25 スパーダでエントリー金沢孝之選手です。7番グリッドゼッケンナンバー5番CWM ダンシングドッグニャンポコ VTR25 でエントリーの久保選手です。そして8番グリッド92番ハル&サトコ WR25R 清水邦明選手です。ゼッケンナンバー16バイクバカ CBR25 でエントリーの笹生正和選手、そして最後尾にゼッケンナンバー71番マーチンからエントリー VT25 スパーダでエントリーの尾崎勝選手です。今回でね、筑波でも活躍している島崎選手がポールポジションを取ってですね、意気揚々とですねポールポジションに並べておりますが、こちらのメンバー石田太郎そして木村隆弘選手もニコニコグランプリはですね、表彰台に今上っているメンバーなので、どのようなレース展開をしていくか、そしてですね後ろからはゼッケンナンバー16番バイクバカ CBR の笹生選手もですね、今ドリームカップにもエントリー中で淡々とですね皆さんの座を狙っておりますので、落ち着いたレースの中でも楽しい競り合いがあればいいなと思っております。一生気が掲げられて、さあフレーズされました。さあ石田太郎が、石田太郎がいいスタートを切った。さあセカンドグリッドから、セカンドグリッドから入った石田太郎がホールショットを取って島崎洋平を抑えた。まずはここで順位がちょっと入れ替わりました。さあそのまま石田太郎がトップで、ここホームストレートに戻ってくるのか、それともキーチョンスタイルの島崎洋平がまずはトップに躍り出るのか。さあオープニングラップの結果をですね、ここホームストレートで待ちたいと思います。
セカンドロック入りまして、トップ独走、2番手に石田太郎、そして3番手木村隆弘が上がった。木村隆弘が3番手に浮上。さあ5番手6番手7番手8番手の争いが激しく今1コーナーに入っていった。現在トップを走っているのは914スタイルの島崎洋平、2番手に石田太郎、3番手 MSTV の木村隆弘、そして4番手にアネックスレーシングから川辺里夢選手が4番手、5番手にチームサシのアットキリギリス吉田誠選手、忍者 25R で出ております。6番手が6番手であった CWM ダンシングドッグの久保選手が今7番手に落ちて、金沢孝之選手が6番手に浮上。現在トップを行く島崎のベストラックは8秒台、その後石田太郎、木村隆弘が12秒で走っておりますが、さあ木村隆弘が石田太郎を追いかけている。さあ島崎洋平だけはトップを独走、かなり速いペースで行っております。さあストレートもう1本は十分に差がついた。さあまだ来ない、コーナーに入っていった島崎を後に、まだ最終に現れない。さあセカンドグループ石田太郎、そして木村隆弘が3番手。さあ木村が石田太郎を追いかける。さあ6番手そして清水邦明の三つどもえのバトル。島崎洋平トップ独走中の1分8秒台、現在のタイムも1分9秒397。さあ後ろに続く石田太郎よりも木村隆弘のタイムがこんな何秒か早い。さあ後ろから追いかけると2番手争いはもしかしたら石田太郎の後にぴったりくっついてくるのが木村隆弘か。さあぴったりくっついてきた、もう後がない。さあ木村隆弘、石田太郎を追いかけている。さあ1コーナーちょっとインに寄せてったが、まだここは届かない。木村隆弘が2番手を追いかけて、石田太郎は頑張りどころ。しかしタイム的には木村隆弘が1分11秒台に突入、石田太郎は12秒台。
2番手争い、どっちが前でやってくるのか。さあギリギリの争いで木村隆弘が前に上がった。さあ木村が前に上がったが、石田太郎が1コーナーをインに寄せて、インに寄せて、おっと今のはまだ入っていない。木村隆弘のインに石田太郎が寄せたが、しかし木村がかぶせたか。さあ現在7ラップ残すところ3ラップ、石田と木村の争いが激しくなっている。島崎陽平トップを行くのは独走状態。さあここの争いも激しいぞ。久保佐藤、そして WR25R、 ここの争いも今ギリギリテールツーノーズ。久保佐藤清水の争いが激しくなっている。木村隆弘がまだ2番手を死守、そのあと石田太郎が今度はインナーに入りきれず、木村隆弘が後ろについた。さあ7番手争い、久保が先頭、いや清水が前に出た。清水、久保、そして久保が清水のインナーに入っていった。さあここは抜ききれない。清水、久保、佐藤の順で入った。さあ残すところラストラップという形になりますが、さあ木村隆弘、石田太郎の順はこのまま変わらず、さあおっと石田太郎がなんと今木村の前に出た。2番手に浮上、石田太郎がラストラップ2番手浮上。さあ気合と根性のインのせめぎ合い、なんと木村のインに最終的に石田太郎。戻ってくるのはどちらだ。トップを行く島崎の優勝は間違いないはず。さあ島崎チェッカー、島崎チェッカー、その後清水、久保、佐藤の順で7、8、9がチェッカーを受けました。さあ期待するのは木村か石田か。さあ木村か石田か、どこかでどんでん返しが行われているのか。最終ラップに先頭に、おっと木村が前か、おギリギリだ、あラスト、おっと木村が前か、おギリギリだ、あラスト、おっと木村が前か、おギリギリだ、あラスト、なんと最終コーナーギリギリで立ち上がって木村のインナーを石田太郎というわけで、今回のニコニコ GP in つくばをぶち切りで制したのは VTR250 の島崎選手でした。バチバチのバトルをギリギリで勝ち抜いた CBR250RR 石田選手が2位、僅差で3位となったのが YZF-R25 木村選手でした。上位集団のすぐ後ろを危なげなく走行していた CBR250R 川鍋選手はチャレンジスポーツシングルクラスで優勝。注意集団でやり合っていた WR250R 清水選手はジェントルビギナーシングルクラスで優勝。 CBR250R 佐藤選手は2位、 VTR250 久保選手はジェントルビギナーツインクラスで優勝、そして VT250 スパーダの尾崎選手が2位という結果になりました。次回は8月30日袖ヶ浦でドリームカップと合同開催。展望数日後じゃねえか、編集がよろずんでギリギリになっちまったぜ。次回は同じく袖ヶ浦で10月11日だからそっちに来てくれ。画面の前の外のあなた、ご参加お待ちしておりますよ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また MSTV 制作委員会の方もご参加お願いします。詳しくは詳細欄をご覧ください。